絵を描くソネラの図、ピエール・ソネラはフランスの博物学者、探検家である。リヨンで生まれた。おじに植物学者でインド洋のフランス領の島で香料の栽培を推進したピエール・ポワブルがいる。ソネラも当時オランダが独占していた香料の貿易を打ち破るために南東アジアを探検した。1769年から1772年の間にニューギニア、 モルッカ諸島で多くの動植物を採取し報告した。1774年から1781年の間には中国を訪れた。1776年にニューギニアへの旅、1782年に東、インド及び中国への旅を出版した。フランスでのアジアの旅行記の最初の出版で先住民族の彼の観察は興味深いものであったが、 その記述の信頼性は低く、多くの動植物の記述は信頼できないものであった。ニューギニアにいない、笑いカワセミや、ジェンツーペンギンなどの記載が見られる。マダガスカルの霊長目のインドリの名前のエピソードでも知られ、現地では、ババコトと呼ばれる動物がマダガスカルのガイドの注意を引くことは、インドリを動物の名前と、ソネラが取り違えたことからインドリと呼ばれることになった。 灰色夜系の学名、ギャラス・ソンネラチーに懸命されている。ソンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ピエール・ソンネラを示すのに使われる。イサーク、M、キュリオシティズ・オブ・バイオロジカル・ノーマン・クレイチャー、アクセスト2008年12月28日、ハッキング、I、イ a s d e a エ EVER A LADICAR m i s アナリシス41、171、175、 ありがとうございます。